松本文明です。まもなく5時30分、最大限の力を発揮して、この難局を乗り越えてまいります。皆さんの力をお貸しください。そして皆さんと、松本文明です。新しい時代を皆さんと共にした一人一人の声に寄り添い、皆さんの声、願いを形にしてまいりました。ご通行中の皆様、松本文明街頭演説会を開催させていただきます。応援弁士には安倍晋三元総理でございます。皆様お誘い合わせの中野駅北口お集まりの皆様、こんばんは。大変長らくお待たせをいたしました。ただいまより自由民主党公認、そして公明党推薦、このご当地東京都第7選挙区で衆議院議員選挙に出馬をしています松本文明候補の街頭演説会を開催をさせていただきます。こんばんは、参議院議員の中川雅治でございます。いよいよこの厳しい衆議院議員選挙後半戦に入ってまいります。7区の松本文明候補、今中野自民党の総支部長の高橋和親区議会議員から松本文明さんのご紹介がありました。その通りでございます。松本文明さんは政治一筋、この道一筋に今日まで来られた方でございます。元環境大臣中川雅治参議院議員から力強いご激励のメッセージを頂戴をいたしました。私は渋谷で区議会、そして総支部の幹事長をやっております丸山隆でございます。そして今日は渋谷区の公明党の栗谷義彦議員、そして北中薫議員とともどもにお邪魔をいたしました。いよいよ選挙戦も3日目となりました。今大変この厳しい中でも松本文明頑張れ、皆様の大きな声が大きな輪になって届いてきております。そうした中で今この松本候補がどれだけこの国政で、そして私は渋谷区ですから渋谷区の中でご活躍いただいたことを少しご紹介させていただきたいと思います。今お願いいただきますように、心からお願い申し上げまして、丸山隆の心、皆様こんばんは。公明党の渋谷総支部から参りました、応援に駆けつけさせていただきましたクリアでございます。本日は渋谷区議会公明党の幹事長久永薫と一緒に応援に駆けつけさせていただきました。今渋谷の公明党は松本文明候補に全軍を挙げて応援をさせていただいております。この松本候補にぜひ勝利をしていただき、そして自公政権をしっかりと継続させていただきたいと強く思っておるところでございます。今東から西からいろんな町づくりに協力をしていただいた区議会議員として、私たちはやはり松本先生、JR と掛け合っていただいた、はっきり言って私たち区議会議員が JR にお願いに行っても平山秀明でございます。選挙戦始まりまして、我々もこの7区においては公明党として推薦をさせていただいた松本文明候補の大勝利のために全力で戦わせていただいております。今日は公明党議員団、前下の方におりますけれども、私も含めて4名この場に駆けつけさせていただきました。中野区議会公明党議員団幹事長平山秀明区議会議員からご挨拶を頂戴をいたしました。ここから目黒区の約3分の1がこの松本文明候補者と同じ選挙区になりました。私の地元がゆっくりとお話をするのでいなくなっちゃうんですね。で、
どうしたんですか？いや、いろんな話を聞かないとダメなんだよ。本当にすごくですね、親しみのあふれ、先に来てお話を聞いていただきました。高齢者の人がワクチンの接種会場までなかなか行けないんです。そういったお話全部聞いていただきました。そんな松本先生、ぜひですね、この後も国政に押し上げていこうと目黒区も頑張っております。中野区の皆さんも一緒になってよろしくお願いいたします。鈴木雅史目黒区選挙対策本部代表からのご挨拶でございました。大変重要な方でございます。また一方でこの地元の中野区においてもこの地元7区には松本先生しかいないと思います。皆さんいかがでしょうか？断じてこの厳しい戦い勝ち抜いていただきさせていただきます。皆さんありがとうございます。頑張りましょう。皆さんありがとうございます。こんなに集まっていただいて本当にありがたい。安倍晋三総理もう間もなく来るというさっきから電話ばっかり、もうすぐ着くよ。蕎麦屋の出前って言ったら蕎麦屋さんに怒られるかもしれません。間もなく着くと思いますので、その間私の話を聞いていただきたいと思います。もう話出ておりました。政権交代の選挙、野党の皆さんがそうおっしゃる。政権交代、野党のどこが政権を担うんですか？聞いてもはっきりしないんです。皆さん、立憲と共産党が話し合いをして選挙協力をする、こういうことが決まった報じられています。しかし皆さん、立憲の候補者、アジアの発展に貢献をしてきた中国も日本、ぜひご支援をいただきたいと思います。安倍総理が今到着をいたしました。大変ありがたい。ぜひ皆さん安倍元総理の話聞いていただきと語っていただきます。松本文明です。よろしくお願いをいたします。皆様大変お待たせをいたしました。松本文明の応援にただいま安倍晋三元内閣総理大臣ご到着駆けつけていただきました。皆さんも盛大な拍手でお迎えをいただきたいと思います。早速ですが、松本文明に対しての熱いメッセージを安倍総理より頂戴をいたしたいと存じます。皆さんこんばんは、安倍晋三でございます。松本文明で頑張る、このお気持ちで街頭に足を運んでいただきまして誠にありがとうございます。大変お待たせをいたしました。松本文明候補、今大変苦戦をしております。自由民主党公認候補、公明党の皆様からも推薦をいただいております。この戦い、厳しい戦いでありますが、何としても松本文明戦い抜いてもらいたい。多くの仲間がそう望んでいます。松本さんは内閣府の副大臣として安倍政権をしっかりと支えてくれました。都議会議員として培った政治的な技術があり、そして何といってもみんなから信頼されている松本さんであります。信頼というのは大きな政治力になっていきます。あのまっちゃんが言うんだったら賛成しよう、ちょっと意見が違うけど、じゃあやっぱり松本さん一緒にやっていこう、つまりそれがいろんな法案をまとめたりいろんな政策を前に進めていく力になっている、そう思います。その中で本当に松本さんいろんな仕事をコツコツやってきました。地元のためにも大いに力を発揮した。どうか皆さんの力を結集をしていただきまして、再び松本文明さんを国政に送っていただきますようによろしくお願いを申し上げます。皆さん
この選挙、大きな課題はいかにコロナ禍を乗り越えていくかということであります。第5波の感染拡大については皆さんのご協力と、そして多くの医療従事者の皆さんの献身的なご努力によって何とか抑え込むことができています。しかし再び第6波がやってくるのではないか、あるいはまた変異株がまた出てくるのではないか、そんな不安の中でいつ一体これが終わるのか、苛立ちを皆さん覚えておられるんだろうと、そう思います。この皆さんの不安な気持ちに私たちは向き合わなければいけない、こう考えています。この戦いに終止を打つ切り札はワクチンと、そして特効薬です。ワクチンについては松本さんも前から主張していた、やっぱり国産ワクチン開発をしていく必要があります。また国産でなくても日本で、海外産のものであっても日本で生産していくことが重要です。それによって必要な時に必要な量をしっかりと確保できる、そういう体制を作っていくことができます。すでに6月にそのための新ワクチン戦略を発表し、それに向かって今全力を尽くしています。もう一つは特効薬です。タミフルが登場して、あのインフルエンザも それほど怖いものではなくなりました。今経口薬、飲み薬の特効薬、内外で最終的な開発段階に至っているんです。日本のメーカーも頑張っている。早ければ今年の暮れから来年の初めにかけて、来年の前半に向けて開発、治験、承認、このスピードアップを今全力で最終的に皆さんのお手元にお届けするために頑張っているところであります。そしてお医者様に行けば処方してもらえる、かかりつけ医に行けば処方してもらえる、そういう体制に私たちは変えていきたい、こう考えております。そしてコロナ禍を乗り越えていく中において、経済をやっぱりしっかりと回復させていかなければいけません。昨年安倍政権において事業規模230兆円の経済対策を行いました。10万円の給付や100万円200万円の持続化給付金等々を行って、雇用調整助成金も行った。その結果失業率は 2.8% に抑えられています。 G7 の中では最も低い水準なんです。菅政権ずいぶん批判されてきましたが、雇用においてはきっちりと私は成果を出していると思います。経済における政治の最大の使命とは何でしょうか。それは働く場所をしっかりと確保していく、雇用を守っていくことであります。働きたい人が働けるような、そういう状況を作っていくことが私たち政治の使命です。私や松本さんが政権を奪還した2012年、正社員の有効求人倍率は 0.52 倍だったんです。100人正社員になりたいという人がいても52人しか正規の雇用がなかったんです。今よりも3割も倒産が多かったんですから。高校大学を卒業して一生懸命頑張ってもなかなか就職できない時代だった。それに対して私たちは3本目と言われた政策で、その後アベノミクスと言われる政策で挑みました。その結果2019年、統計を取り始めて以来初めて正社員の有効求人倍率は1倍を超えました。100人正社員になりたいという人に対して116人分の正規の雇用がある。皆さん、そういう真っ当な経済社会を私たちは実現することができたんです。でこれを守っていかなければならない。300万人の女性の皆さんも社会に出て仕事をし始めて、輝く女性の時代がスタートしました。そして65歳を超えても働きたいと思う人には働ける経済状況ができたんです。やっぱり300万人、これ今までで最も多くの数なんですが、300万人65歳を超えた方々が仕事をしています。そうするとどういう変化が出てくるか、皆さんにとって大切な
厚生年金、年金ありますね。15歳から65歳まで、この生産年齢人口が減っていきますから、支え手が減っていく、これ、おそらくみんな思っていたと思います。大丈夫だろうか。しかし、みんなが働く場所ができて、働き始めた結果、どうなったか、この8年間で、厚生年金の支え手は、皆さん、なんと500万人も増えたんですよ。これ、意外と知らない方が多いんですね。マスコミがこういういいことは報道してくれない。だから私は自分で説明させていただいています。そして、格差がアベノミクスで広がった、こんなことを野党が言っています。これは間違いです。例えば、みんながやっぱり仕事ができるようになって、収入が入るようになったんですから、一人親世帯のお子さんの大学進学率も 24% から 42% に大幅に改善しました。格差を示す指数、相対的貧困率という指数があるんですがね、これ今世紀に入ってずっと悪化していた、3年ごとにとって安倍政権で初めて皆さん改善したんです。2回連続改善をしました。この方向を、やっぱり仕事があるという方向をしっかりと進めていく、皆さんの雇用を守る必要があります。そこで今経済が大きな打撃を受けている今こそ、もう一回思い切った補正予算を組んで財政政策を行って雇用を守っていかなければいけないと思います。しっかりと政策を打って地域のにぎわいを取り戻し、経済を、地域を V 字回復させていこうではありませんか、皆さん。そして来年の4月、高校や大学を卒業する、就職をする皆さんにとって、あの就職氷河期のような、ああいう状況は絶対に作ってはならないとの思いで、我々はしっかりと対策を前に進めていきます。この選挙は政権選択の選挙であります。自民党、公明党の安定した政権を選ぶのか、あるいは立憲民主党と共産党のコンビを選ぶのか、それを決める選挙なんです。日米同盟は廃棄、そして自衛隊は憲法違反、これが共産党の基本的な政策なんです。この共産党の力を借りて立憲民主党が政権を取ったり、大きな政局になれば、日米同盟の支持は大いに危うくなってしまいます。同時に立憲民主党は安倍政権で作った平和安全法制を、これを廃止すると言っている。平和安全法制とは、日本を守るために日米がお互いに協力できるようになる、そういう法制です。ですから今すでに日本の近海、東シナ海で、海で、空で、日米はお互いに助け合っています。でもこれを廃止すれば、助け合える同盟が皆さん、助け合えない同盟になってしまうんです。助け合えない国のために命を買ってくれる国、皆さん、世界中探したってどこにもないんですよ、それは。ですから日米同盟は終わってしまう。私たちは絶対に負けるわけにはいかないと思っている。進むべき方向は逆なんですよ。北朝鮮がミサイルを発射し、そして脅威が増している。中国も軍事力を拡張し、そして尖閣や台湾や、あるいは南シナ海、一方的な現状変更の試みをしているんです。今はまさに日米同盟、この絆を強めて、そういう必要があるんじゃないでしょうか、皆さん。そして自由、民主主義、人権、法の支配といった基本的価値を共有する国々と連携を深めて、日本の安全を守り、地域の安全を守り、そして世界の平和をしっかりと守っていく。そのために日本はまさに指導力を発揮する時が今迎えているんです。我々はしっかりとやるべきことをやっていきたい。そのためには絶対に負けるわけにはいかないんです。どうかこの選挙区では松本文康さんに大きな力を与えていただきたい。そして自民党、公明党、今協力し合ってます。比例区においても自民党、そして公明党にも力を与えていただきますように、合わせてお願いを申し上げます。
どうか厳しい厳しい戦い、もう一度皆さん松本文明さんに力を与えていただきますようによろしくお願いを申し上げます。どうも遅い時間長い間ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。どうぞ皆さん松本文明をよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。安倍晋三元内閣総理大臣より松本文明に対するご激励を賜りました。今ここでこの厳しい選挙戦後半戦明日から始まります。厳しい戦いです。ぜひ松本文明候補のために安倍晋三元総理とともに頑張ろうコールを行いたいと思いますが、皆さんいかがですか。ご発声をいただきますのはご地元の区議会議員市川慎太郎区議会議員より頑張ろうコールの発声を行います。ただいまご紹介いただきました市川でございます。我々絶対に野党連合に負けないんだと、俺たちは負けないんだと、この思いで皆さん一致団結して松本文明必勝を期して頑張ろうコールをさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。ありがとうございました。ありがとうございました。安倍晋三元内閣総理大臣、皆さん最後に再度大きな拍手をお送りをいただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。長時間文明、松本文明街頭演説会ただいま終了させていただきますけれども、今安倍晋三元総理が皆様のもとにお一人お一人にご挨拶に伺っております。ぜひ松本文明ともどもに安倍総理に対してもお声掛けご激励をいただきたいと思います。総理大臣、安倍晋三元総理、松本文明のために駆けつけていただきました。安倍総理、長時間にわたりお待たせをいただきました皆様に、一人一人に松本文明を頼むと、元内閣総理大臣松本文明のために駆けつけていただきました。多くの皆様に、多くの本当に多くの皆様に、東京奈良区におきましては松本文明へと皆様の大切な一票をお寄せくださいますように、そして比例区におきましては公明党へと皆様のご支持ご支援ご理解本当にありがとうございます。しかしこの厳しい選挙戦